実感する。奥さんとベッド同じですか。前も言ったけど、俺ね、奥さんに限らずね、女と寝るの好きじゃなくてさ、理由は髪が長いから。頭丸めてきたら一緒に寝てもいいわ。スコープを発見。スナイパー用だ。これマジでな。意味わかんなくない？髪が長いの。いやいや、綺麗よって思う。耳かけるな。リングのカウントダウンが始動。ラッキー、もうみんなリングの中だね。これだから、ほんとに、多分加藤純一子さんだったら知ってると思うけど、俺ショートヘアめっちゃ好きなの。理由は、なんか鬱陶しい。若い頃から俺ね、ショートヘア好きなの。あ、しまった。こいつ、青ベス着てねえじゃん。俺どっかで見たぞ、青ベス。あった。本田翼さんの花ちゃんそっくりだった。悪い、今ドキッとしちゃった。やべ、バレる。俺が、あいつと付き合ってんのが。え、純の奥さん、28歳。本田翼は28歳。え、ジュンはショートヘアが好き。本田翼は、ショートヘア。繋がってきてるね。で、彼女のあだ名は、ツーちゃん。ちなみにね。ツーちゃんか、本翼。で、本田翼出前会でバイトしてんじゃん。で、身長高いって言ってたじゃん、俺。で、本田翼の熱愛報道で、彼氏は医学部に行ってるってやつじゃん。で、俺元病院勤務じゃん。完全に繋がってきてるね。俺ってイケメン研修医じゃん。ちなみに、伊織萌も28歳でショートヘアです。俺の奥さんのあだ名は萌凛だよ、ちなみにね。でも二人ともエラー張ってません。それカモフラージュだよ。今回のチャンピオン。でも俺の奥さん、いよりもえ、俺が配信でいよりもえのさ、あの動画見てると怒るんだよな。やめてっなんかないけど、女の本能としてやっぱああいう女には危機感を感じるらしい。本当にそんな、なんか、何の気もなく見てても、そんなこと言わないのに、やっぱ、伊織萌衣ちゃんだけやっぱ、危機感を感じるらしい。伊織萌衣と悠々ちゃんに危機感を感じるらしい。やっぱ、女に脅威を覚えられる女ってやっぱ、ね、魅力的だってことだからな。顔も似てるしね、二人とも。どっちも胸でけえし。なんか昨日打足さんの配信ちょっと見たんだよ、寝る前に。この全てを備えていなければならないのです。すげえ見やすかったな、あのレティクル。あれあれいくつだろう。打足の話やめてくれ。そうだね、二度とやめよう。あ、また打足 NG しといて。 NG ワードにしといて。9年前に香川っていうやつ、クソおっかね、足にゴミ入れ墨入れてるめちゃめちゃおっかね生主を NG したんだけど、それ以来打足。